先発はベテランの和田毅でした。初回です。先頭の浅間、ライトスタンドで3試合連続となる3号ソロホームランを打たれます。ファイターズが1点を先制します。完璧でしたね。完璧でしたね。珍しいから、はい、そしてその後ワンアウト満塁というピンチを迎えました。しかしここは野村をファーストゴロ、ダブルプレーに打ち取りまして最少失点に抑えました。ただ球数を使いましたよね。そうですね。そうだと思いました。はい、さあ2回の和田です。この回先頭の万波、タイミングはずらしたんですが、ね、レッドフェンス直撃のツーベースヒット。まあピッチャーからすればちょっと高かった。真ん中からしたらうまく打ちましたね、うん、はい、清水が送ってワンアウト三塁。そして石井は初球でしたね、ファーストゴロ、はい、ここを抑えたのも大きかったですね、はい、そしてホームランを放っている浅間はセカンドフライ。このピンチをしのぎました和田です。力の入る状況になりましたからね、はい、そして一方でファイターズの先発は加藤、2回です。ワンアウトランナーなしから川島がホークスチーム初ヒットセンターへ。そして下位の当たりはいい当たりだったんですがショートライナー、川島もこれです。全ての感じもしますけどね。そうですね、ダブルプレーでチャンスを費やしてしまいました。4回の加藤です。もう今日の加藤は良かったですね。加藤だけなのかと。そうですか。良かった悪かったが一緒に入ってますね。ああ、そうですか。三森、中村、そして栗原は捉えた感じにも見えたんですが、ファーストライナー1番からの高打順、三者凡退に抑えられました。カーブもちょっと浮いてたんですけどね、はい、今のね惜しかったです。そうですね。そして5回の和田のピッチングです。先頭の浅間、ライト前へヒットを放ちます。しかし西川はセカンドゴロ、ダブルプレー。そして高浜はレフトフライ、結果的に3人で抑えました。まあ考えてみると5回1失点、よく粘りましたよね。ね、5回の加藤です。先頭の和田に対してライトスタンドへ、柳田が15号のソロホームランです。ホークス同点に追いつきました。1対1。さあそして6回です。和田のピッチング、ノーアウト1塁から渡辺送りバントでワンアウト2塁となったところで、うん、ここで工藤監督が出てきてピッチャーを変えます。まあ本当にね100球ぐらいになりましたからね、はい、その松本なんですが野村をショートフライ。いやまあ逆玉じゃない、本当に万波空振り三振、0点に抑えました。7回のホークスの攻撃なんですが、なかなかファイターズの先発加藤を打ち崩すことができません。ランナーも出せないという状況が続きます。まあ本当にうまく緩急をつけてるというかですね、はい、うまくピッチングされましたね、はい、本当に素晴らしかったです。 2番からの好打順、三者凡退で抑えられました。さあ8回です。ホークスはワンアウト1塁2塁というピンチ。4番手の坂東がマウンド上、ここは渡辺見逃し三振、うん、まあ昨日やられてるんでですね、はい、気持ちも入ったでしょう。そして野村はサードゴロ、0点に抑えました。ホークス8回の攻撃です。川島はレフトフライ、もういいようにやられてましたよね。うそうですね、回もレフトフライ、はい、気持ちよくコース緩急をつけられて、はい、バレンティンをフォアボールで出塁して、そして今宮のこの当たり、惜しかったんですよね。フェンスの手前でしたね。0点に抑えられます。9回です。5番手の岩崎がマウンドに上がります。2アウト1塁から浅間が今日3本目のヒット。調子いいですね。1塁3塁とチャンスを広げますが、最後見逃し三振に西川を打ち取りました。岩崎ピンチをしのぎます。これでホークスの負けはなくなりました。さああとはこの9回の裏の攻撃ですが、ツーアウトに抑えられまして、そして中村空振り三振、これでゲームセット1対1で引き分けということになりました。ということでね、ご覧のように1対1なんですけれども、はい、ヒット数がファイターズが9本、そしてホークスが2本ですね。ただこうやって見るとですね、皆さん、1回の表